人気パズルゲームぷよぷよをプログラミングの教材として使う試みが始まっています。リアクションも全然違いましたし、何より休み時間返上してこういろいろ作っていたというところ、教室から出てくる顔はめちゃくちゃ良かったです。お願いします。福岡工業大学附属城東高校ではシステムエンジニア経験のあるプロの e スポーツ選手を招いた授業が行われました。見て動くっていうのはすごい分かりやすいっていう、そういうところが強いんで、ものづくりっていう観点で楽しんでもらえればいいかなと思います。ぷよぷよプログラミングは英数字の列であるソースコードを穴埋めしていくことでぷよぷよ制作を体験できる教材です。生徒たちはプロのピポニア選手のアドバイスを受けながらキーボードを使って入力し、ぷよぷよを完成させました。普段プログラミングの授業をやっているんですけども、彼らに親しいそういった内容のものっていうのが、取り入れることができて、今回のぷよぷよプログラミングっていうのはゲームが好きな方が多いので、より彼らがこう楽しみながらプログラミングの授業を学んでもらえると思って実施するようにしました。シンプルにルール自体は4つ消えるってことと、ぷよを上下下に動かすっていうのと、連鎖がある、そのぐらいしか基本的にルールがないんで、作りとしてはシンプルなんですよ。格闘ゲームだったらパンチとか、あるいは FPS やったらちょっと打つとか、そういう表現もないんで、教育って場にも結構適してて、でかつ生徒も分かりやすく作れるって意味ではいいとこ多いんじゃないかなって思って、で、とりあえず10連鎖ぐらいちょっと組もうかなと思うんですけど。あ、これ9連鎖かもしんないけども打ちますね、はい。9連鎖ぐらいちょっとちょっと小さい頃遊んでたゲームっていうのを、彼らも言ってましたけど、その中身を見れる、でそれを動かすことができるというのは、私たちが小さい頃にそういうことがあったらよかったなっていうふうに思えるぐらいの内容でした。実際にゲームを作ったりするのは初めてだったので、すごい勉強になったなと思うし、何より楽しかったので今回受けれてよかったなと思います。自分でゲームを作るっていう感覚と、その中でプログラミングを打ってぷよぷよが動いた瞬間であったり、音が出たり操作ができて、ちゃんとぷよぷよが消えていった瞬間とかが日頃できない体験で非常に面白かったです。僕の将来の夢がゲームプログラマーなので、今回の授業を受けてみて直で自分の将来の夢につながることだったので、とても楽しくて、将来自分がゲームプログラマーになったらこんなことをするんだなっていうのを直に感じることができました。これから授業っていうのはやっぱりこう分かるだけじゃなくて、使えるようになる、できるようになるっていうのがやっぱり大事。そうなってくると今日みたいに本物に触れて、やっぱりこう憧れを持つというか、自分もこういうふうになりたいっていうふうに思う、そういったのが日頃の授業からできれば一番ベストですけど、あれを 見てしまうと、果たしてうちの先生方が授業し終わった後に子どもたちがあの顔になっているかどうか、課題をクリアしようっていう気持ちが見ていて伝わってきたところがあったので、そういったものっていうのは今後私たちも授業を準備する上で、そういう題材として大事に考えていかないといけないところかなというのを思いました。本当自分で考えて作るっていうのってすごい大切です。意外と機会ない気がするんで、自分自身でやるときもいるんですけど、そういう子は基本少ないと思う。教科書に学んだことをやっていくっていうのが多いと思ってるんで、そういう人たちに対しても自分自身で考えて作る楽しさをやっぱ伝えれるんだろうなって、今日正直授業してて、自分自身も嬉しいなと思いました。